人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに腎移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年2月の1日月曜日になります。本日お話しするテーマですけれども、例えば、医療従事者と患者の関係、えー、はたまた、えー、弁護士対、まあ、クライアントといいますかね、お客様。えっ、ー、と、こういった風に、 うん我々、まあ言うなれば素人がね、えー、その道のプロの方々に対峙したときに、この人は、例えばいい医者なのかとかね、悪い弁護士なのかとかね、いろいろこうあるじゃないですか。専門職と素人。 ととの関係っていろんんな業種業種態でであるかと思うんですねその時に、こう、素人側から立った時に、その専門家に対しての判断基準、そのことについてちょっとお話ししようかなと。まあ私なりのですけどね。うん、考えをお話し,しようかなと思ってます。で、このテーマについては、 実は昨年の10月の末頃に、えー、ブログの記事にしたものなんですね。で、えー、その時、なんでそのブログの記事を書いたかって、そのきっかけなんですけど、ちょうどその頃に、まあ、ツイッター上でね、とある方が、えっ、ー、とね、結構きつい、私にとってはきつく聞こえたんですけど、あの無能な医者っていうね、 あのワードを使って、うん、ツイートをされていて、で、そこの無能の医者っていうワードがね、うん、ちょっとバズったんですよ。うん、で、その時に、じゃあ、うん、そもそもその無能、まあ無能っていうとちょっときついんであれですけど、いい医者とかね、悪い医者とかっていうのは、あのその判断基準って何なんだろうってした時に、その専門職側がね、 つまりま、この場合で言うと、えー、お医者さん側が考える有能な医師、えー、有能でない医師っていうのと、その患者側、素人側サイドから考える言い悪いっていう、その判断基準に随分乖離があるんだろうなと思ったんですよ。なので、うんそこを少しね、深掘って自分なりのお見解をね、ブログとしてま,あまとめたんですよ。 で、なんで今頃そんな話をね、引っ張り出して、うん、ポッドキャストで話をするんだっていうことなんですけど、えっ、ー、とね、先日、実はあの、にえっ、ー、とね、行政書士に登録をしていると、おその行政書士としてのね、うん、仕事がもらえてるもらえてない別にして、私のようにね、えっ、ー、と、登録をしていると、日本行政書士 国会連合会っていうところが発行、発刊している月刊日本行政っていう雑誌、小雑誌みたいなのが、まあ、毎月送られてくるんですよ。で、えっ、ー、と、2月号かなうん。それの表紙が、えっ、ー、と、俳優の藤木直人さんが、えっ、ー、と、まあ、前面に出ててね、うん、まあ、行政書士に扮している表紙なんですよ。で、まあ、これがね、まあ、見ていただくと分かるんですけど、まあ、超やっぱりイケメンなんですよ。 でね、で私がツイートしたのが、これだけイケメンならね、うもうそれはもう事務所前は長蛇の列だろうということを書いたんですよ。で、プラスして、その、うん、その以前ね、10月に上げたあのブログの部分を少しこう引用したというかね、ちょっとかじったんですよねその。ここで言うと、例えば良い行政書士とかね、悪い行政書士とかって話になったときに、もう、 顔だけでオッケーみたいなね。まあ本当はダメなんでしょうけど、そのまあ、イケメン行政書士さんとかってなったらもうそれだけでニーズがありそうじゃないですか。まあそのことで、その今回の、ね、言い悪いその素人が、えー、とプロに対しての判断基準、そのいいのか悪いのかっていう、そこのブログを、まあ、自分からこれ、うん、掘り返しちゃったんですよね。で えーと自分でこうそのブログを読み返した時にねまああの最終的な着地点っていうのはないんですよそのいいとか悪いとかっていうのはそのテーマとしては大きいのでねあのいい着地点は見つからずに記事は閉めてはいるんですけれどもまあ読んでみて、まあ、テーマとしては面白いなと、えー、ポッドキャストでお話しするというのもまあいい題材かなと思って 今日テーマといたしましたので、えー、最後までお付き合いいただくようにお願い申し上げます。はい。では参りますね。その道のプロ、まあ、専門職対、えー、我々のようなあ素人ですね。この関係って、あの、先ほどちょろっとお話しした あお医者さんと患者とかね、弁護士対、えー、クライアント、お客さんだけじゃないですよね。うん、まあその法律家で言ったら、まあ弁護士で言うんだったら、もう税理士もそうだし、司法書士、まあ行政書士もそうですよね、対、まあ、クライアント、お客さん。そうですね。あと、もう予備校の講師と受験生なんかもそうですよね、立場としてはね。 教えを乞う側ですからねね受験生は、ねまあ、それで言ったら、もう先生と生徒もそうだし、うん、まあ専門職っていう枠から外れるけど、おお親と子とかね、夫と妻とかっていうのも、そのうん、人対人との,その関係性っていうことで言うとね、うん、まあ大きな差はないかなと。で、その関係性において、いいとか悪いとかっていう話は、 あるはずで,すよ、ね、でまあまあ一例で挙げたね例えばそのお医者さん対患者、うん、その医療の現場でねそのいいだとか悪いだ,だ,だとかっていうその具体的な事案のねこうすり合わせっていうのはもうその現場の医療従事者の方々に委ねるとして私がここでえお話ししようと思って 思ってるのは、まあ、そもそも良いって何っていうねそもそも悪いって何なのよっていうその良い悪いの定義を深掘りしようかなと思ってるんです、うん、その定義の部分を掘り下げることでねえっ、ー、と互いの関係性の中でうんまあ、こと素人側がね えー、専門職に対して、えー、言い悪いっていうのは判断をするその判断基準を考えるそのことのそのヒントになるかなと思ったんですうん、まあ、まあ自分からねちょっとこうーテーマを大きくしちゃったという,う嫌いはありますよね、えー、まあその結果として うん、そのブログの記事も最終的には落としどころがなくて、うん、迷宮入りしちゃったっていうのはまあ本音なんですけれどもうんまあただ、えー、とその定義を掘り下げてみてね皆さんの考えるヒントになるかなと思って話を進めていきますねで まず、その、良い悪いというところの良いの話からしますね。うん。で、えっと、私が試みたアプローチとしては、うん、日本語で良いって考えるんじゃなくて、その、良いって英語で言うとグッドですよね。その、グッドっていう英単語を、英英時点で聞いてみたんですよ。うん。 まあえー、とブログで引用させてもらって、引用元としてご紹介しているのは dictionary.com っていうホームページなんですけど、あのその英字書サイトで good っていう英単語、形容詞を調べたら、なんとまあ意味として42個も出てくるわけですよ。42の意味が出てくるんですね。でこれだけいい、e、っていう一つの形容詞とっても、これだけの意味があるんだと。 でどうしたかっていうと、私の独断と偏見で、えー、3つにカテゴライズしました。1つはこう、人柄に関するもの。で、1つは、スキルに関するもの。で、まあ、3つ目は、まあ、それらの、まあ、上位概念的なね、定義。3つに分けてみました。で、えー、まず、人柄に関する定義ですけど、うん、結構あります。まあまあ、なんせ全部で42個ありますからね。うん そのうちのまあ人柄に関する定義っていうのは結構ありましたね。で、まあ、英語で言ってもしょうがないのであれですけど、例えば道徳的に優れてるとかね、行儀がいいとか、親切、慈悲深いとか、あと、立派で価値があるとかね、好ましいとか好意的とか、陽気とか楽観的とかね。うん。で,で、魅力的、ハンサムっていうのもあるんですよ。 グッドの意味にね。で、それが、その、冒頭にお話した藤木直人さんの話になるんですよ。うん。もう、超イケメンだったら、その解決を求めに行く際って、まあ、まあ、言うなら、ファーストコンタクト。まあ、の第一印象って大事じゃないですか。うん。で、これはね、まあ、その、立場を逆に考えても、その、プロもアマも関係ないと思うんですけどね。うん。ただ、 うん、素人からすると少々敷居の高い、まあ言うなれば大先生ですよね。うん。にそのお伺いを立てるっていう、その時点で、まあ、素人サイドの方が、まあ往々にしてメンタル的な緊張状態にあるということで、第一印象、ファーストコンタクトでの第一印象、見た目、印象というのは非常に重要なファクターであると。で、そこが、それこそ、 いいか悪いか、グッドかバッドかっていう、うんその気持ちよく入れるか否かっていうのは大きく左右されますよね。その後の話の展開が変わってきますもんね。うん。で、逆にね、その、逆にっていうとおかしいな、うん、その逆手にとってっていうのかなその、プロの側もね、専門家側も、その見た目うん、人柄っていうかね、そこをあえて意識する。 うーん、人も多いんじゃないかなと思うんですよね。うん、特にお客さんをね、自ら獲得しなければいけない職種なんかは、そうなんじゃないですかね。例えば、まあ、うーん、個人の法律事務所とかね、予備校の講師なんかもそうでしょうね。うん、見た目、人柄っていうのを自己プロデュースして、まあ、利用者側のハートをつかむっていうことは、まあ、普通にやってるでしょうね。 うん、まあ、とはいえね。うん。とはいえ、その、我々素人側もね、専門家の見た目だったり、その第一印象がね、専門家の能力とイコールでないことぐらいは、それは分かってますよ。うん。認識してるはずです。まあ、まあ、それでもね、やっぱその表面的な、その、視覚情報でね、まあ、もしかしたら、甘い恋とかね、<laughs> そういうのの情報で、 人を信じる、信じないってなるのは、まあ、これは人間なサがなんだろうな、ということは言えるでしょう。うん。じゃ次。スキルに関する定義。まあ、これもいくつかありますね。うん。意味としては、高品質、ハイクオリティ、エクセレントとかっていう意味もありましたし、エデュケイティドリファインド。うん。教育を受けてるとかね、洗練されてるとか。 有能とか、熟練とか、賢いとか、巧みにとかね、専門的とかっていう、やっぱり意味が、そのグッドに包含されてるらしいんですよね。辞書調べると。で、このことは、まあ、ある意味わかりやすい。うん。まあ、今はもう学歴社会ではないとね、あの、世間ではこわらかにかれ叫ばれて久しいですけど、 まあ悲しいかなというか、残念ながら、うーん、ま、素人サイドがね、あの、専門家を見るときに、その学歴だったり、どんな資格を有してるとかね、うん、こう、公表されてる、オフィシャルに公表されてる実績等々で人をまず判断しちゃうじゃないですか。どうしてもね。うん。どうしてもその専門知識レベルで、こう、確実にこう、 うん、劣勢を強いられるわけですよね、素人側がね。で、その素人サイドが、専門家を判断する材料としては、まあ、シンプルかつ明確ですよね。学歴とか実績とかね。うん。えっ、ー、とね、いつだか。先日、えー、2週間前ぐらいか。まあ、あるツイッター、お医者さんのツイートにね、うん、まあ、せいながら、 あの、リツイートを私したんですけど、そのお医者さんのもう、プロフィールだけでね、もうビビっちゃいましたもんね。もう、なんとよかったかな。オックスフォードハーバードスタンフォードスタンフォードだったかなうん。もう大学で、あの、病理学を勉強してるとかって、それ見ただけでもう、お手上げじゃないですか。まあ、お手上げであると同時に、なんか信じちゃうっていうかね、うん、グッドですってなっちゃう、と思いません まあそこはね、人間の、これも佐賀なのかなと思いますね。で、現在は、その専門家の方々って、その、ある、まあ、所属してるね、その、組織の、うん、が出してるそのホームページの経歴のみならず、まあ、ご自身でね、まずツイッターだとか、まあ、ブログだとか、まあ、も、ポッドキャストもそうだしご、ご自身でメディアを持ってらっしゃるので、 こうご自身でその実績を講示されてるって方も、まあ多くいらっしゃいますよね。うん。まあお医者さんなんか、いや私は意外でしたよ。そのツイートを始めてね、私が始めて、いや結構こんなに多くのお医者さん、まあ、医療従事者の方がご自身でご自分の言葉で、うん、情報を発信してるんだって、ちょっとびっくりした思いがありますけど。まあ一方で、 うんまあ、これもちょっとたびたび出てますけど、その大学のね、予備校の講師なんかっていうのは、その自分から実績を言うとか言わないとかの前にね、もう、予備校のデータとして、あの何々大学合格者何名っていうふうに、もう明確で分かりやすい数値がね、うんまあ、実績がオープンに出ちゃうんで、うんまあ、かつ、ある意味それそこが全てなのでね、うんシビアっちゃシビア。 シビアな世界ですよね。見た目がどうの、話し方がどうのなっても関係ない。もう志望校に合格させてくれれば、それでよしと、グッとなるわけじゃないですか。うんまあ、そういうシビアな職種もあるということですね。で、3つ目にカテゴライズしたのは、まあ、えっ、ー、と、今お話しした2つですね。えっ、ー、と、人柄に関する部分とスキル。 の部分。まあ、これらも全部、うん、包含した、まあ、上位概念的な定義。うん。まあ、これはちょっと英語で言った方がわかりやすいと思うんですけど、えっ、ー、と、一つは、リライアブルとか、ディペンダントとか、レスポンシブルですね。信頼できるとか、信頼でき、信頼できる、責任感があるとかね。あとは、あと、サティスファクトリーフォーザパーパスっていう、うん、目的に満足できる。 うん、これはだからグッドの中に、の意味にね、包含されているって言うんですよね。うん。だから、素人として何をもってこの人はグッドなんだって思えるかってことですよ。言うなればね。うん。で、ここまでこう話をしてきて、うん、あえて導き出せるとしたら、うん。というの、まあ一番こう、 分かりやすいのはあ、先ほどちょっと言いましたけど、satisfactory for the purpose、つまり目的に満足できるかどうか、できたかどうか。うん、そこなのかなと思うんですよね。そのいいか悪いかってね。うん、目的に対して満足が、クライアント側、患者が得られれば、もうグッとなっちゃうんじゃないあ、この、うん、お医者さん良かった。 うん、この弁護士先生良かったっていうふうになるんじゃないかなと思うんです。うん。その、イケメンだったり、綺麗だったり、可愛いとかね、その見た目ですよね。で、いつもニコニコ自分の話をいつも親身に聞いてくれてる。で、あのそのアプローチがね、例えば、その、うん、なんだろうな、その、心の病とかね、そういう抱えてらっしゃる患者さんが、その、 うん、お医者さんと対峙したときにね、そのお医者さんが、そのイケメンで綺麗で可愛くて、その自分の話をいつも親身に聞いてくれるって、で、そのアプローチがもしかしたら、その医療の専門家からすると、ん、何の問題の解決にもならないっていう,うん、ただただね、話を聞くっていうのは、その専門家の見地からすると、何の問題も解決にならないかもしれないけど、その患者側 からすれば、その話を聞いてくれてる。もうそれだけで OK って思っちゃうんだったら、その、うん、患者さんからすれば、そのお医者さんはグッドなお医者さんになっちゃう。と思いませんうん、まあ。つまりその顧客の目的を果たしてくれて、顧客が結果満足感っていうのを得られれば、顧客、だから素人にとってはその専門家はグッドな専門家となるかも。 知れませんね、はい、では次に悪い b a d を見てみましょうかねえっ、ー、とこれも A 時点を dictionary.com をおー引いてみて、えー、意味をお大きく3つ人柄に関するものとスキルに関するものそして、えー、それらを を含む上位的、上位概念的なものというふうに、えー、分けてみましたね。まず人柄に関するもので言うと、うん、日本語で言うと、うんそうだな、邪悪なとかね、邪悪な性格を持っているとか、道徳的に非難されるとかね、ひどいですね。あと、不快感、不憫、不安、不快感を引き起こす、嫌い、ストレートですね。 怒りを引き起こしやすい、イライラする、不愛想。評判が悪い、不名誉。感覚に不快または不快感を与えるところ。まあ、ひどい言われようですね。うん。こんな意味があるようですね。バッドには。で、まあ、グッドのところでもね、その、第一印象が大事っていう話はしましたけれども、次にね、その、人柄の次に、 ちょっとまあご紹介するこのスキルの部分っていうものに、絶対的に自信を持ってる専門家の方の中にはね、この人柄とかね、見た目歯関係ねえよ、そんなの。俺の腕がありゃいいんで、直せばいいんでしょ。みたいな、あの、不愛想を決め込む方、いてすいるんじゃないですかね。か私の先入観でしょうか。うん。 自分がこう他人に、ね、不快感を与えているっていうことに自覚がある方で自覚がこれもない方これもいるでしょうね。うん、あの自分が他人にその不快感を与えていることに自覚がない人これは特に厄介うん、どの組織にもいると思うんですけど。 いませんで、このような方っていうのは、こう、もう、そもそも対素人とかね、対お客さんとかっていう関係性だけじゃなくて、同じ組織内とか同業者の中からね、まあ、言うなれば、受けは良くないでしょうね。うん、決していいとは言い難いでしょうね。まあ、ただ、その、組織内のこう、まあ、エラルキーがあるわけじゃないですか。その縛りから、その、 トップの方にいらっしゃる方で、まあ、その不潔で、不愛想で、不快感しか与えない人がね、そのポジションにいるとね、その周りの人間からすると、それをもう許容せざるを得ないっていう場合もあるでしょうね。うんまあその道の権威で、こう、まあ、プラスして、まあ、一応の実績なんてあれやね。 もう頭も下げなきゃいかんでしょう。まあそんな組織はまあどこにもありそうです。はい。じゃ次、スキルに関する、定義ですけど、これのバットは、ん、まあ質が悪いをっている。まあそれはそうですね。欠陥がある。不足している。うん、不十分。標準以下。このひどい言われようですね。うん、不正確。 欠陥がある、スキル、才能、習熟度、または判断力の欠如。まあ、ひどいようですね、うん。支払った価値がないってい、まあ、これもひどい、ひどい言われるようですけど、うん、あのさっきの申し上げたよ、ね、グッドの実績っていうのは、いわばまあ正の実績ですよね。正しい実績。で、バッドの実績は、まあ、その逆、負の実績。 ですからね。で、これ、あの、よっぽど不祥事がない限り、こうなかなか素人には、この、バットの実績って分かりづらいと思いませんだって、例えば、その、弁護士事務所なんかがね、いや、うちの事務所は年間何件敗訴しました、イエイなんてことは、そう公示する法律事務所なんてないでしょうからね。うん。まあ、病院なんかも、年間何例、 ミスっちゃいました。へへみたいなものはな,な,ないわけじゃないですか、情報として。うん。こ、ま、れ、あ、難しいですよね。うん。で、何度かこう、その専門家の方とね、対峙して、まあ、その度にね、誤った結果をもたらされたらね、さすがの素人側も、その時点でこの人にはスキルがないっていうことは分かるでしょうけれども、まあ、往々にしてね、 うーんその時点で手遅れになってるっていう、自、うん、事象、事案がある。まあ、これも技術事実で、まあ、うん、こうなっちゃってちょっと穏やかな話ではないですよね。だから、うん、結果としてどうすればいいかってなると、まあ、やっぱ素人は素人なりの最低限の知識武装っていうのは必要な世の中なのかもしれないですよね。うん。まあ、うん。 時代はね、こう、まあ、一昔前と違って、こう、素人が素人なりの専門知識を得る、その、材料をね、得ることはできる環境にあるじゃないですか。まあ、一昔前だったら、その、専門書みたいなの、まあ、高い金払ってね、買わなきゃいけないでしょうけど、まあ、そんなことは当然、まあ、できにくいですからね。ちょっとハードル高いですね。だけど、まあ、今は、まあ、幸いね、あの、時代も変わって、 うんその気になれば、まあネット界隈をね、検索すれば、うん、専門情報っていうのが、まあその中にはね、そのフェイクなものもあるでしょうけど、まあそこを選別するっていうことは必要になってくるんですけど、まあ情報を手に入れようと思えば手に入れることはできる。うん。まあ、ただね、まあ悲しいかな、その手に入れたとてね、理解できる、できないっていう話とは別ですからね。 うん。これは難しい。うん。でね、さらに個人的にね、厄介だなと思うのは、こう、ずっと付き合っててね、途中でバッと、まあ、つまりその自分が満足する結果が得られそうにない。さっきの、えー、サティスファクトリーフォードパー h スが、だから得られない、うん。自分が満足する結果が得られそうにないなって思って、その状況を 変えたいと。うーん思っても、その状況を変えるため、例えば、うーん主治医と患者という立場であれば、その主治医を変える、病院を変えるということですよね。それって、その素人が、だから患者側に多大な精神的ストレス、肉体的なストレスというのは知られる。これ否めないですね。もう経験者は語るで、私は嫌、まあ、ってほことを経験しましたから。うーん ここは非常に悩ましいところですね。はい。で、最後。今お話しした二つ人柄、スキルをすべて、まあ、包含する上位概念的な定義ですけど、not good in any manner or degree。いかなる方法や程度でも良くないっていうことですかね。うんまあ、う これも結局、まあ、グッと同様、そのサティスファクトリーフォーザパーパスっていうのは、やっぱまあ、キーフレーズになるのかなと思うんですけど、目的に対して、うん満足できる結果が得られるか否か。うん。まあ、さっき申し上げたように、その顧客の目的を果たしてくれて、結果顧客がサティスファクトリー、満足感を得られれば、それはグッと。で、これに対して顧客の目的を果たすことなく、結果顧客が不満足ならばッと。うん。 まあシンプルっちゃシンプル。で、今回の話の冒頭で出たかと思うんですけど、うん、言い悪いの判断基準っていうのが、その専門家サイドから見て言い悪いっていうのと、その顧客側、素人サイドから見て言い悪いっていう、そこの判断基準に乖離があるって話ありま,ましたよね。うん。で、あのー、 まあ、グッドの場合はね、うん、そこはあるだろうし、それはその素人側も分かるような気がするんですね。その、なんだろうな、お医者さん、まあ、例えて言いますけど、お医者さんの世界で言い悪いっていうのがあるんだろうなっていうのは、あの、素人サイド側も なんとなく、その、うん、言わんとしていることは分かる。うん。言わんとしていることは分かる。ただ、ことこの、バットの場合に関しては、うん、うん、その判断の余地はないように思えるんですね。で、なぜかっていうと、例えばですよ、その、何度も何度も、うん、患者だったり、お客が満足を得られてないと。 満足いく結果を得られてないのに、専門家サイドがいや、方向性は間違ってませんってね、おっしゃったところでいささか説得力ないですよね。うん。その専門家がサイドからすると、グッとなんだと。グッとなことをしてるし、そのグッとなお医者さんですって言って、その方向性は間違ってませんよって、その周りから言われてもね、その 患者サイド、その素人サイドからすると、おいおいおい、そんなことに説得力ねえだろうっていうことになりますよね。うん。だからまあ、これは繰り返しになっちゃうんですけど、このバットな状況っていうのをね、やっぱ抜け出すのは、まあ、顧客側だって、まあ、素人側の問題になっちゃうんですよ。うんで、この、うん、裏切られることがね、一度や二度ならまだしも、まあ、三度、四度と。 裏切られてたらい回しにされる状況っていうのはもううん見たり聞いたりするだけでもうただただ気の毒でしかありませんねはい、うん、今回のお話の元ネタ、えー、ブログのきっかけになったのが えー、無能な意志という、そのワードがバズったことに起因してるので、まあ、最後少しこう、お医者さんに少しフォーカスしてね、話をまとめてみようかなと思うんですけれども、うーん、色の現場をね、えー、舞台にしたあードラマ、映画なんて結構ありますよね。白い巨頭が代表かな。うん。財前五郎と、 あと、えぐっちゃんがやった里見先生とかの対立なんかはね、その良い医者悪い医者っていう、こう命題に対してこう非常にシンプルな構図で視聴者側が一つの解をね、見出すためのわかりやすい教材っちゃあ教材。まあ、ただ、あれが全てでは当然ないですよね。うん。あと、色ドラマで、まあ、個人的に見てたのはドクターこと診療所を見てましたね。 ジュンんがやってた、うん、後藤先生。あとは、絶対私失敗しないんでって、ドクター X なんかもありますね。でも、あれも、うん、私失敗しないんでって、ああ、カツカツ歩いてこられても、ね、そのオペは失敗しないかもしれないけど、やっぱりあの患者は受け付けないですっていう、うん私からすればバットな医者ですって、 思うう患者もまあいるでしょうねうんドラマの世界じゃドラマの世界でしょうけど、か、う、た、んまあ、やうん、放送の世界でね、言うとお、リーガルハイかな、自分が見てたのは。ガッキーがやってる、前泉真知子さんと、あとは、小見カ健介か、堺井正人がやった。 正義は金で買えるってやつですね。うん。まあ、ね、クライアントからすれば、100%、うん、裁判に勝訴するっていう、うん、こう言われればね、うん、その目的が果たせるんであればいい弁護士なんでしょうけど、うん、金はかかるし、手段を選ばずっていう手法はね、やっぱりいささかどうもっていう人もいるでしょうね。うん。 難しいとこがまあ、いわゆる結果良ければ全て良し。うん、まあ、これ人間関係において、あの、これだけで割り切れるものばかりじゃないですよね。うん、じゃあ、こう、人間関係でね、いろいろ考えなくて済む、うん、AI のロボット、 がいいとがかってなるとそんな話でもなさそうだし、うん。で、人によってはね、いろんなタイプの人間がいるから面白いんじゃんっていう人いるじゃないですか。私もいろいろあったこと、聞いたことありますけど、うんこん、性格の問題でしょうけど、私個人としては、まあ、非常にこう、気遣いっていうかね、気遣いっていうと、あの、いいふうに、 見えますけど、なんだろうなあの。気にしすぎ。周りの空気を気にしすぎるタイプなのでうーん、自分とこう、波長が合わない人とコミュニケーションを取るというのは、非常に骨が折れますね。まああの、自分でもな、なんですけど、うまくやっちゃうっちゃやっちゃうんですよ。いや、こいつ苦手だなと思っても、 うまくやれちゃってたっちゃやれてたんですけど、その分自分が疲弊する。うん。非常に骨が折れる。うん。そんな経験はありますね。まあ医者だろうとね、弁護士だろうが教師だろうと、まあ神でもなければ聖成人君子でもないわけですよね。うん。所詮、うん。我々素人と同じ人間なわけですよ。うん。だから、 まあちょっと乱暴な言い方をすると、まあ、専門家に対してね、もちろん一定の敬意は払いつつも、うん、払いつつも、まあ、過度な期待はせずにね、自分自身がしっかりとした芯を持つことですね。で、芯を持った上で、まあ、様々なあ状況にね、あ応じる、まあ、柔軟性を併せ持つということですよね。うん、なんてこんな偉そうなことを言うのは簡単ですよ。 ただやるののは難しい、うん、こう病気に関してはね、自分ではどうすることもできない状況ってあるわけじゃないですか。もうこう、種病層をオペで取らなきゃいけないとかね。それ気合で取り除くわけにいかないですからね。どうしてもお医者さんの手をお借りする、うん、しかないわけですね。では、その点も、うん、医療の現場で患者と医師っていうのは、その、なんだろうな、もうお医者さん側にこう、 これも語弊が、うん、承知で言いますけど、マウント取られちゃってるわけですよ。ね。じゃどうしようもないですよ。だから、うーん、患者サイドからね、素人サイドから言い悪いって、あの、まあ、思うことはできるけど、だけどその、悪いって思っても結局受け入れざるを得ないっていうね。そういう状況は多々あるでしょうね。うん。 なので、まあ、今回のね、あのテーマ、うーん良い、うん、ま〇、あ、〇、悪い、〇〇、それをね、その素人サイドがあ判断するときのね、その判断基準うーんというのをこうフォーカスして、えー、お話を進めていって、えー、そこをこう皆さんがこう考える。 ヒントになるように、その良いとはどういうことか、悪いとはどういうことかっていう、その定義の部分を掘り下げてお話を進めてきました。で、えー、冒頭にお話ししたように、その善悪についての解なんてないんですよ。うん、こんな,こんな、えー、位置ね、あの、こう、素人が、うん、このポッドキャストで、えー、解を 提示できるような、そんなものではないので、ただなので、今回のお話を通じてね、皆さんが考える一つのきっかけになれば、このポッドキャストの放送だったり、その先にアップしているブログの記事の役目は果たせたことになると思っていますので,で、 えっとまあ、特にね、あのー、もし今日話を聞いていただいて、もし興味を持たれた方いらっしゃったら、そのグッドとバットの意味、そのグッドに関しては42個の意味かな。で、バットは36ぐらいあるのかな。さまざまな意味があの AA 時点にはあって、でそれを私の方でこう Excel でちょっと加工して、 えとそれをブログの方に貼っつけているのでね、もし興味がおありだったらブログに、えー、お立ち寄りいただけると確認できますので、えー、お手数ですけれどもよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。 ということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析並びに、腎移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は、 Https 2020ですそれではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。